き当てていただいてありがとうございます。皆さんの思いも出まして、はい、かなり緊張しましたけど、はい、そうですね、でもそれに似合う男ですので、はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。持ち味を生かして1年目から即戦力として活躍したいと思います。よろしくお願いします。期待します期待に添えられているホテルも元で、カードのこともあると思うし、そこのところですね、いい状態で、ね、キャンプの方に、ね、今日の本人もいろいろしてもらえれば、はい、まさに体だと思うので、はいはい、そこをお願いします。はい、なんて本当に若い投手でいいピッチャーいっぱいいてますし、非常にいい、選手から仲間ありますので、隅田ね、いいライバルとしてまたね、何年後かにはチームのエースとして将来的には日本代表するピッチャーとして、ね、大きく成長してもらえるように、まあ、こちらも球団を挙げて、まあね、僕たちもそうですし、全然サポートしていきますので、よろしくお願いします。また1月しっかり練習させて送り出しますので、よろしくお願いします。今回までバタバタすると思うからね。そうですね。よろしくお願いします。じゃあまず竹内社長、はい、率直に今、はい、保証券獲得の、はい、いただいて、はい、どうでしたか。このサインも書いていただいて、とても嬉しいですし、と目の前になってとても感動しています。竹内投手、ドラフト1位ですけども、今日初めて会って印象とかいかがですか。もちろん、ね、映像とかはね、見てましたしね、男前男前、はい。前回の監督から見て、どんな活躍、どんな…いや、もう本当にね、まあ、プロはね、本当に怪我をしないということがやっぱり大きくなってくると思うし、やっぱりね、そこさえ、慣れてくれれば、もちろん、ね、何年後かにはエースとして、また本当に、まあ、先ほども言いましたけど、将来的にはその日本を代表する、ね、ピッチャーとして、ね、期待はしています。はい、保証券のくじを引いてどうでしょう。いや、もうめちゃくちゃ緊張しましたからもうこれはね、本当に、球団またこう、ね、編成も含めまして、こう皆さんの思いも、ね、ありましたから、もうその思いで引かせていただくこともできましたし、またこのように、ご縁をいただきましたからね、ぜひね、楽しみにしています。はい、はい、監督を見ていかがですか。はい、本当にスター性のある方だなというふうに思っていて、まあ、自分もそのような人に近づけたらなというふうに感じています。先ほど竹内さんに聞いたところ、1個だけ松井監督と共通点があるんです。何だと思いますか。共通点があるんです。共通点、はい、何ですか。タケルさん、甘党っていうところです。おお、そこね。どう思います。発症の時にはね、甘いのをプレゼントしますので、はい、ありがとうございます。好きなものを言ってもらえればありがとうございます。すみません。